1990年3月に登場したトヨタのコンパクトクーペがセラだ。一見して驚くその未来的なフォルムはほとんどコンセプトカーそのもの。もそれもそのはずセラは前年の第28回東京モーターショーに出品されたコンセプトカーなのだ会場での人気に手応えを感じたトヨタが ほとんどそのままの姿で市販してしまったのであるこのセラ最大の特徴はなんといっても斬新なガルウィングドアだ昆虫の羽のように開くこのドアはあのスーパーカーカウンタックと同じトヨタはわざわざドア操作力温度保証ステイという新機構を開発しドアの開閉力が 気温と関係なく一定にななるような配慮までで盛り込んでいたさらに屋根まで局面ガラスで覆われたグラッシーキャビンも従来ではありえなかった構造だこの軽飛行機のキャノピーを思わせるデザインは「液圧プレス成形法」という新技術によって実現したスタイリングである。フロアは 当時のコンパクトカースターレットがベース。全長3,860ミ、mm、リ、全幅1,650ミ、mm、リ、全高1,265ミ、mm、リというボディは狭いながらもリアシートを備え、4名乗車が可能だった。インテリアはエクステリア同様未来的な曲面フォルムを採用。 スイッチ周りからメーターフードまで一体型の成形がなされており全面ガラス張りのボディを通して外から見て楽しめるインテリアになっていた搭載エンジンは110馬力を発揮する1.5リッター直四 DOHC1 本サスペンションはフロントがコイルバネのストラットリアが コイルバネのトーションビームを採用ギアボックスは5速 MT と4速 AT から選ぶことができた惜しくも95年いっぱいで生産を終えたが今も一部で人気を集めるカルトカーである